の取り組みを紹介させていただきます。まず本校の学校教育目標、目指す子ども像、そして重点目標です。ご覧になった通り、目標は皆聞くことにこだわったものばかりです。なぜ聞くなのでしょうか。人は関係の中で生きています。心を傾けて聞いてもらって、共感し合って心を成長させていきます。そうして生まれた自尊感情が生きる力を支えていくと考えます。書くこと、話すことなど学びの窓口はいろいろありますが、本校が聞くことにこだわって研究を進めているわけはここにあります。これは本校の研究構想図です。学びの基本と考える聞く力を育てる取り組み、そしてリズム・テンポ・キレを合言葉に基礎学力向上と集中力を測るための基礎基本の2本柱としています。この2本柱、子ども同士の聞き合いの関係を豊かにしていくこの取り組みの中で、また学力向上を目指す中で ICT 機器が温かな役割を果たしてきました。それが本校で考える ICT イコールハートの意図するところです。ここからは ICT 活用について説明します。本校の研究テーマはデジタル教科書の活用で基礎学力の定着を図るです。まず西宮市の ICT 環境について説明します。市内の小学校全校全クラスに50インチの大型テレビと教室用パソコンがあり、いつでもデジタル教科書が使える環境です。デジタル教科書を使い始めることができるように校内自主研修会を行い、1ヶ月という短い期間でデジタル教科書機能一覧表を作り上げました。授業でデジタル教科書をどう使っていけばよいのかがこの作業で明らかになってきました。国語ではデジタル教科書の音読機能や作者のからのメッセージ機能を活用することで児童の興味関心が高まったり、教材の提示の仕方や教材の準備にかかる時間を短縮できたりするなどの効果がありました。算数ではデジタル教科書のアニメーション機能がとても有効的で、分度器やコンパスを使っての作図の仕方など視覚的に提示して理解させることができました。本校の研究が加速していった背景には次の3つのことが挙げられます。まず1つ目には、本校はオープンスペースの学校で隣の教室とつながっていてすぐに共有できるということです。2つ目には、参観日などにデジタル教科書の授業の公開を取り入れたことです。3つ目は、実践事例集にすぐにまとめ教員同士がすぐに共有できたということが挙げられます。2年間の成果の1つ目として、 ICT を授業の中でどのように活用したのかという実践をICT サポーターとともにまとめ、実践事例辞典が出来上がったことが挙げられます。その事例字数はなんと181事例もあります。西宮市で行っている学力調査の結果を見ましても、 ICT の評価項目では西宮市と本校を比べると本校のが少しだけ上回っていました。これは児童教職員のアンケートのまとめたグラフです。デジタル教科書を使った授業は楽しいですかという問いに 75% 以上が良い評価を得ることができました。しかしデジタル教科書に頼ってばかりいる授業を行っていると、児童のアンケートの評価は下がっていきました。これによりデジタル教科書を使用する中での課題も浮き彫りになってきました。それはデジタルとアナログの融合という視点です。子どもたちの本当の理解につなげるためには、従来通り黒板に書いたり実際に手で動かしたりするなどアナログも不可欠だということが分かりました。この研究を通してデジタル教科書という新たな学習ツールを取捨選択できるようになり、
またデジタル教科書を有効に生かすための授業づくりの大切さを再認識することができました。このことは ICT 機器について真剣に取り組んできた今だからこそ言えることです。今後の取り組みとしましては、香港の実践を他校に発信していくことです。何のためにどのように ICT 機器を活用していくのかというのを授業の中で明確にし、その効果を検証し評価していきたいと考えています。これまでの2年間の研究を生かし、今年度は子どもたちが主体的に ICT を活用し伝え合う姿を追い求めます。これまで教師が主に活用していた ICT 機器を、次は子どもたちが使いながら自分の考えや意見を伝え合う、そんな授業づくりを目指します。例えば1学期の取り組み、6年生の国語科、学校の良さを宣伝しようの学習では、1年生の子どもたちに対し6年生が学校の良さについてプレゼンソフトを使って発表しました。学校の良さを伝えるために相手意識を持って発表内容を考え準備する姿が見られました。誰にどんなことを伝えるのか、伝えたいという思いから意欲を持って取り組みました。このように今後も自分の考えを伝えるためにどの ICT 機器を使って伝えると良いか、どうすれば相手に自分の考えをうまく伝えられるか、そのような力を授業を通して育てたいと考えています。また ICT 機器を使うことで子どもたちにとってより分かりやすい授業づくりを進めていきたいと考えています。授業の中に効果的に ICT 機器を取り入れることにより時間を有効に活用することが可能になります。これまで説明にかけていた時間を効率よく整理することができます。そこに生まれた余剰時間を学習内容の習得や書く話すといった表現活動、振り返りの時間に充てる、そしてより分かりやすい授業づくりを目指します。さて、本校での2年間の研究が評価され、平成25年度、なんと西宮市のすべての小中学校にデジタル教科書が導入されました。本校での2年間の研究実践を西宮市の北地区5校へ、そして市内全体へ発信していきたいと考えています。今年度はパナソニック教育財団の一般研究助成を指定していただき、北地区5校でデジタル教科書 ICT の活用について研究推進を進めています。5月に実施した第1回ワークショップ研修では、デジタル教科書を実際に触れる時間を設けました。はじめは抵抗を持つ方もおられましたが、使ってみると意外と簡単、ぜひ使ってみたい、次も楽しみだという感想が多く集められました。8月末に実施する第2回ワークショップ研修では、5校の各学年から授業者を募り、2学期単元の授業案を用意し、 ICT 機器の有効な活用について交流する予定です。5校全部で20名の実践が発表交流されます。そして来年2月には1年間の取り組みの集大成として、5校から授業者が本校に集まり、合同公開授業研究を行います。ICT の有効活用についての研究を窓口に、5校で連携した教員研修体制を今年度構築しているところです。効果的な ICT の活用には教員の指導力向上が欠かせません。市内でも平均年齢が大変若い北地区ですが、学びへの意欲を武器に、共にさらなる指導力向上を目指しながら5校で研究を進めていきます。そしてこの研修で学んだことを各学校の子どもたちの学びに還元していきたいと思います。こうした研究の機会を与えていただいたパナソニック教育財団の皆様と、ご指導いただいております豊田先生に感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。